まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに向けて折ります 裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように三角形に折り替えますこれを上下ひっくり返して下の角を 上に向けて折るんですがこの線よりもだいたい1センチぐらいはみ出した位置で折ります折ったら開いてこの部分に指を差し込んでこのように上から三角形につぶします 反対側も同じように折ります。裏返して、こちら側のこの部分を根元からこのように上に向けて折ります。ちょっとずれたかな。こんな感じです。反対側も 根元から上に向けて折ります。次に、この部分をだいたい1センチ幅ぐらいで下に向けて折ります。こんな感じです。反対側も同じように折ります。 これを裏返して今度はこの角なんですがこの線に沿って先っぽがこの紙の切れ目に触れる位置で折ります反対側も先っぽが紙の切れ目に触れる位置で折ります次に この両側の角を小さく内側に折ります次にこの先っぽの部分をこの位置で折り返します反対側もこの三角の先の位置で折り返します はみ出した角も、下に折ります。これを表にして、耳先を、この部分をさらに、このように下に向けて折ります。反対側も、同じ位置で折ります。 そして、この角をさらに小さく裏側に折ります。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。折り紙の中心部よりも、 少しだけ下に逆三角の鼻を描いていきます。鼻はやや小さめです。顔のパーツが中心に寄ってるのがアローラニアースなので、あ、ペルシアンだ。その下に小さめの口を描きます。 小さく牙も描いて目はまぶたも込みでまんまるの円を描きます。 その円を斜めの線で半分に割ります。縦に小さく黒目を描きます。そしておでこに丸い宝石のような円を描いて、耳の毛並みの先を描きます。 ひげは3本線で両側に描きます。これに色を塗っていきます。白いマーカーでおでこの宝石と白目の部分を塗ります。濃いグレーで鼻を塗ります。耳の毛並みの部分も濃いグレーで塗りつぶします。 そのままひげも描きます。牙を足して、水色のマーカーで宝石部分を塗ります。黒い細いペンで目の縁取りをして、 他の線もなぞっていきますこれでアローラペルシアンの完成です